相手との友好的な関係や好意的な関係は気持ち次第だってことなんですね。どう考えたって相手に好かれてた方がいい。必ず皆さんを応援してくれるファンが見つかると思います。モノスコープ。皆さんこんにちは。天野スコープのお時間です。イエーイ。ということでですね、私のこの一人語り編もですね、今回でなんと第6回目を迎えました。はい。で、ですね、前回ですね、第5回ではたくさんのファンを作っていきましょうという話をしました。で、このファンが本当にですね、皆さんの営業活動をものすごく豊かにもしてくれるし、もう実際の、ね、売り上げも非常に伸ばしてくれるというところなんですけれども、じゃあこの、ね、ファンをじゃあどうやって作っていくのかっていう、まあ、もちろん、ね、前回たくさん当たっていきましょうと。でその中から皆さんとこう気の合う人っていうのが自然と現れますよって話をしたんですが、ただもちろん、ね、こっちの努力がゼロというわけにはいかないんですね。じゃあここでですね、皆様が本当にすぐに実践で使えるこの、まあ、たくさんの人に会っていくときに、まあ、有効なテクニック、まあ、テクニックっていうとちょっとやらしいかな、はい、有効なスキルをね、お伝えしていきたいと思います。今回はそういったね、皆さんがもう明日からすぐ使えるスキルをね、お話しします。まずですね、ここで当然皆さん最初の、ね、タイミングってやっぱ雑談というところが気になるんじゃないかと思うんですけど、これまあ、僕は、ね、コーヒートークなんて言ってまして、これコーヒートークっていうのも実は、ね、なんか雑談っていう意味、スラングで雑談という意味があるそうです。で今日はこの、ね、コーヒートークをしたいと思うんですけど、このコーヒートークってどんな話かっていうとね、ちょっと怒りっぽい人をちょっとイメージしてほしいんですけど、皆さんがですね、今日初めて、まあ、薄いグレーの新品のスーツを着てきたんですけども、これね、偶然たまたま隣にね、昔からちょっとよく思ってなかったというか嫌いというかね、な人が座りました。で、そのまあ大嫌いな人がですね、これわざとじゃないんです、わざとじゃないんですけど、皆さんが今日着てきたばっかりの新品の薄いグレーのスーツにコーヒーをかけてしまった。大嫌いな人にコーヒーをかけられたらどうなりますか？はい、そうですね、少なくてもお前ふざけんなよと、まあ今こういうご時世だからそこまで声を荒げるかどうかわからないですけど、でも最低限この野郎と思いますよね。思うだろうし、まあ多少攻撃的な気持ちにもなるし、だって新品のスーツですよ、コーヒーかけられてね、まあ最低クリーニング代ぐらいは負担してくれよっていう気持ちになりませんか？なりますよね。僕だって絶対なります。だって大嫌いだったんだもん。ね。で、まあこれ当然ですよ。じゃあ全く同じシチュエーション。あなたは新品の薄い色のグレーのスーツを着て会社に来ました。そしたらたまたま、隣にはですね、まあ、あなたの大好きな上司、あるいは尊敬する先輩、こういう方が隣に座られました。でたまたまコーヒーをかけられてしまった。あなたはどうするでしょうか？ふざけんなこの野郎なんて絶対言わないですよね。しかも言わないまでもなく、心の中でもさっきとね、同じシチュエーションでもクリーニング代出せって思いますか？多分思わないと思います。僕だったら、さっきだったらもうちょっと勘弁してくださいよもうぐらいは絶対言いますけど、恩師とか上司だったらそんなことも多分言いません。いや大丈夫です大丈夫です、いや全然気にしないでくださいよ、絶対そう言うと思うんですよね。この時点で僕は二重人格なんでしょうか？皆さんは二重人格なんでしょうか？そんなことはないと思います。ここで3番目のシーン、全く同じシチュエーション、あなたは新品のスーツを着て、ここにいます。で、コーヒーがあって、じゃあ隣には誰がいるかというと、一番最初のパターンは昔から大嫌いだったやつがいた。2番目のシーンでは尊敬する上司、ね、お世話になった大好きな先輩がいた。
今回3番目では2年前から片思いの大好きなあの子が隣に座っていただけた。そしてコーヒー、全くわざとじゃない同じシチュエーション、コーヒーをかけていただけた。どうしますか。この野郎でもないですし、いいよいいよでもないですよね。シンプルにどうですか。この神が与えてくれた幸運をコーヒーをかけていただけたんですよ、皆さんの新品のスーツに。当然2年前から大好きだった片思いの素敵なあの子はごめんなさいどうしましょうってなりますよね。その時に皆さんが言う言葉は多分一つだと思います。気にしないで、ちょうど捨てようと思ってたんだって。僕だったら多分スーツ捨てると思います。はい、ちょうど捨てようと思ってたんだよって。はい、そしたら多分きっとくすって笑うと思うんですよね。ここで皆さんが思うのはやっぱり懐のね深さを見せようとか器の大きさを見せようとか全然気にしないぜっていう。でましてやクリーニング代ぜひなんて言ったってそんなの受け取るわけもないですよね。そしたら多分皆さんはまあここから先は僕の勝手な想像というか妄想ですけども、いや全然気にしないで、もう全然気にしなくていいから一回食事行こうっていうのかね、それかまあそこまで言わないにしてもやっぱりいい印象を相手にここで持ってもらおうっていう気持ちになると思うんですよ。誘うかどうか、まあそこはねその時の積極性にもよると思いますけど、じゃあ3番目のシーンまで含めたら皆さんは三重人格なのか。そんなことはないんです。これが人のごくごく当たり前の反応なんですよね。1番目大嫌いだったら同じことがあっても必要以上に皆さんは攻撃的にもなるし、この野郎とも思うね、弁償しろ、クリーニング代出せ、こう思うわけです。で少なくとも好意がある、ね、こちらからサイドで好意がある人であれば同じようなことであっても全然気にしないでください。だってね尊敬する上司だったりお世話になった大好きな先輩だったら当然そうなります。でもここがその好意がさらにもうもっと上の好意があったらどうかっていうと、むしろここで自分をよく見てもらいたいとかね、こういった偶然を使ってお近づきになりたいとか、こういう気持ちにまで人間っていうのはなるものなんですよね。ですからここで大事なのは相手との友好的な関係や好意的な関係は間違いなくこの相手とのその距離感というか気持ち次第だってことなんですね。はい、ってことはどう考えたって相手に好かれてた方がいいっていうことがここでわかると思います。はい、絶対に好かれてた方がいいんですよね。だから相手によく思われてなかったら同じシチュエーション同じシーンで同じことを言っても相手は間違いなくよく受け取ってくれません。相手が好意を持っていたら仮にこちらが先ほどのようなねミスを犯したシーンですらそのミスを含めて相手はこちら側に近づけるチャンスだとまで思ってもらえるわけです。だからできる限りお客様には当然これ好かれた方がいいわけですよね。じゃあどうやって好かれるんですかって話になると思うんですけど、人はやはりですね一定時間の共有、まあ時間の長さの共有であったり一定以上のお互いの情報のやり取り共有っていうのを通じてやっぱり僕は仲良くなるってい こうプロセスが進んでいくと思うんですよね。でこの時にやっぱり雑談っていうのは僕はものすごく大事だと思っていて、このコーヒートーク、まさにコーヒーの流れの中からどう雑談を使っていくのか、ここでですね雑談力が大事だっていう話はもちろんいろんなところに本があったりいろんな動画でも雑談力大事だって話をしてると思うので、今日はですね僕はもっと具体的に明日からと言わず今から使える雑談の入り口みたいなやつをねちょっとやってみたいと思います。僕がですねよくまあその営業マン時代に使っていた雑談はこんな感じでスタートします。〇〇さんやっぱお忙しいですよねと、大体ですねこの〇〇さん忙しいって言ってくれます。ああまあ最近ちょっと忙しいんだよねと。でこの当然ね通常のやり取りの中で、まあ、こちらが営業に行って仲良くなりたいと思っている人が、まあ、そんな暇なわけないですからね、まあ、当然この答えは予想の範囲内です。まあ最近ちょっと忙しいんだよね、そうですよね丸々さんぐらいのやっぱりやり手の方だったらお忙しいですよねと。でこの時にですねさらに僕はもう一つ乗せていくんですね。じゃあやっぱり土日なんかもお休みなしですかと。これはいくらなんでも実は言い過ぎなんです。
土日まで全部休みがないっていうケースもまああるかもしれないですけども、まあさすがにですね週1回ぐらいとか、仮にまあ例えば今週の土日は出ずっぱりでも、まあ月で行けば何日かは休んでるはずなので、お客様はまあ多分こんな感じの変動が来ると思います。まあさすがに土日全部とまではいかないけどねというのか、いや今週はまさにそうだったんだよ、土日も休みなしでさーと、来週は久しぶりに1日オフがあるんだよみたいな、こんな話になるんじゃないかなと思います。じゃあこの時なんですけども、まあそうですよねと、こちらとしてはまあ当然ね、前日お休みなしってわけにはいけませんもんねと返します。まあ当たり前ですよね。じゃあここで、今お休みのねお話を振りました。一番最初お忙しいですかと、まあ忙しいよねと、じゃあもう土日含めてお休みもうゼロって感じですか最近は、まあさすがにゼロじゃないよと、今週はたまたまね連続で働いちゃったけど来週は1日オフがあるんだよねとまあ来ます。でここで皆さん間髪入れずにすかさずこの話を突っ込んでください。あ、じゃあ丸々さんその貴重なお休みって何されてるんですかと、ここなんです。そうすると当然丸々さんお客様はそうね最近の休みはねということで、この貴重な休みにやってることっていうのはまさにその担当者さんお客様が今一番自分が注目していることなんですよ。これはいろんな答えがあります。例えばですね、まあよく最近耳にするのは、最近ちょっとねランニングに凝っててねと、サブ3目指して走り込んでんだよなんていう話だったり、トライアスロン目指しててねなんていう意識高い系の、まあ、方もいらっしゃれば、例えばですね、まあ、お子様がまだ小さくて野球チームに入っていて、俺貴重な休みと言いながらさ、実はうちの息子が野球チーム入ってねと、監督やらされててさ、今結構大変なのよこれがみたいな、でもねうちの息子のチーム結構強いんだぜみたいな、こんなお話かもしれません。どんな話でも構わないんです。相手が今や貴重な休みに集中してやっていること、これが仮に、まあ、ちょっと今アウトドア系の話が多かったですけど、別にインドアで料理でもいいんですよ、どんな話でもいいです。この話題に対してこちらがしっかりと質問をつなげていくっていう、このことが大事なんですね。ここでもちろんですね、昔から雑談といえば天気の話、ね、あるいは例えばその入ってきたね会社の雰囲気だとかなんだとか、そんな話ももちろんいいかもしれないんですけども、これってやっぱりすごくこうなんか距離がありますよね。一方で昔から言うようにやっぱりその勝敗にね、一喜一憂するような、まあ、例えば野球のファンの話とか、まあ、こういうのとかも知っててから言えばいいんですけど、僕は営業の中ではやっぱり宗教政治と合わせて野球とか好きなスポーツのどこが好きみたいな話っていうのは突っ込んでからじゃないと結構 NG ワードにしてました。でさっき言ったお子さんの話題なんかももしかすると独身かもしれませんかね。独身の方に、まあ年がねある程度40代半ばぐらいだったとしても、今独身の方もいっぱいいらっしゃいますし、いきなり子供の話を振ったってね全然ピンとこないかもしれない。こういう的を得ない雑談の切り口というのは、フリーというのは僕は結構 NG ワードに入れていて、やっぱり向こうが今一番興味を持っているトピックにやっぱりフォーカスしてお話ってしていきたいじゃないですか。これが実は最近お忙しいですかっていう言葉に答えた瞬間に、もう相手の趣味というか一番今やってることが分かっちゃうんですね。でここからまあラーメン食べ歩きでも料理でもトライアスロンでも野球の監督でも何でも構わない、釣りだろうがゴルフだろうがね、ここでやっぱり相手の話に合わせていろんな質問を展開していくと、これがねやっぱり僕はすごい雑談のね、ベーシックな切り口としてねよく使っていました。まあね、こんなネタっていうのはまあいくつもありますのでね、こういったところを皆さんも普段からね、こういう質問に答えてくれたらもうここに落ちるみたいなものをね、ぜひね考案していったらいいんじゃないかなと思います。でこれは皆様がね営業のお友達同士でちょっとこういうのってどうみたいなね、こう雑談のすぐに使えるこういうパターンのね、共有なんていうのもね面白いんじゃないかなというふうに思います。まあということでね、今回はまあコーヒートークから始まって、絶対に好意を持たれてた方が、いいですよってお話から、じゃあ好意を持たれるためにはやっぱりこちらから積極的にね雑談力を使って、まあ、お客様と一定の時間や一定の興味に対して
あるいはね、お客様がねその今その夢中になっているようなことに対してやっぱりいろんな話をねしてもらうっていう、こういうことがねやっぱりその好かれる第一歩なんですね。で、お客様はこちらの話がもちろん聞きたいっていうのか、向こうが今お話をされたいっていうのか、どっちだと思いますか？僕はですね、営業マン時代圧倒的に自分の話をすることが少なかったです。はい、もちろん聞かれたら話しますよ。それは聞かれても話さないなんてことはないんですけど、聞かれたら話すんですけど、僕はだいたいちょっとした質問をするとかね、例えばまあ、ゴルフに夢中で今すごいゴルフ行ってるんだよねって話が、まあその貴重な休日の話でゴルフが出てきたら、例えばクラブってどんなの使われてるんですかとかね、そういう話を振ってみたりとか、どの辺のところよく行かれるんですかとかね、そんな話をすると、もうゴルフにハマってる大好きな方はめちゃくちゃそのゴルフの話を僕にたくさんしてくれるわけですよね。やっぱり山野さんはどうなのとかね、言われたら僕も答えますけれども、今はちょっとアプローチが苦しんでてねとかね、こういう話がやっぱりつながるわけですよ。でやっぱり人というのは自分が話したいか聞きたいかって言ったら絶対に話したいです。で皆さんは営業なんですから、もちろん自分の会社のメリット、その方に提案するサービス、そして個人のメリットっていうのを話さなきゃいけないんですけど、それ以上にやっぱりお客様がたくさん自分たちに話してくれる、これが僕は雑談の一番の目的だと思っていて、ここでいろんなお話をしてくれる中で、最近そういえばまあお仕事お忙しいっておっしゃってましたけど、どのあたりのお仕事がお忙しいんですかっていう質問から、今もう散々自分のことを話してるんで、そうそう天野ちゃんよく聞いてくれた、もう大体ここで僕は天野ちゃんとか天野っちとかっていう風に呼ばれ出したら、もうこれも勝ちだなと思ってました。天野ちゃんよく聞いてくれた、そうそう忙しいっていう、それなんだけどねって、もうこう来たらもう最高ですよね。はい、ここでやっぱり自分と合うかとか、向こうが自分とねすごくフィーリングを感じてくれてるか、まあ、こんなところがね、お互いにまあ共有し合いながら、数を渡っていくうちに必ず皆さんを応援してくれるファンが見つかると思いますので、ぜひねこんなところを使ってみていただけたらなというふうに思います。今回はね、ここで以上となります。励みになりますので、いいねとかチャンネル登録またよろしくお願いします。でこういった話ね、まだあとどれぐらいかな、あと10話ぐらいありますんでね、まだまだちょっと一人語りシリーズも続けていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。